はい、皆さんこんにちは、こんばんは。おはようございます。ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病やがんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらいますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、昨日のね、脱毛症のお話はね、ちょっと難しかったようでね、コメント欄でもね、DM でもですね、難しすぎるというね、お言葉をたくさんいただきましてね、まあ、もうちょっとね、分かりやすくまとめてお話しすればね、よかったんですけどもね、まあ、ちょっと伝えたいことがありすぎましたね、たくさんありすぎましたんでね、まあ、あんな感じになってしまいました。すいません。まあ、こんな始まり方なのでね、まあ、昨日の脱毛症のお話も続きなんかなと思われてもね、まあ、おかしくないんですけども、まあ、今日は久しぶりにね、まあ、全然違うんですけど、口内炎のお話をね、しようと思います。最近ね、めっきりマシになってるんですよ、口内炎がね。でも時折ね、すごい痛むことがあるんです。もうでも痛みはですね、もう他に例えようがない痛みですよね、ほんまに。醤油とか、ポン酢とかがね、こう染みすぎても発狂しそうになる痛みとかあるじゃないですか。まあ、例えるんかいって感じなんですけども、まあ、ね、痛みっていうのはね、まあ、初めてね、抗がん剤をしてからね、こう、じわじわ、僕、口内炎がやってきてたわけなんですよ。ほんで、骨髄移植をしてからね、まあ、さらにその猛威を振るうようになってきましてね、まあ、そっからやから、まあ、去年の秋口ぐらいまでね、悩まされてたので、まあ、約2年以上はね、苦しめられていました。でも、まあ、まだまだね、その免疫抑制剤を飲んでますので、ひょっとしたらまた襲ってくるかもしれませんけどもね、口腔ケアをね、怠らずにね、いればですね、まあ、今後も守られると思います。で、そんな口内炎というのはですね、口の中の粘膜がね、炎症を起こすことで、その要因として局所的または全身的なものがあります。まあ、僕は主にね、全身的になっていたんですけども、口の中の状態でね、局所的なことも考えられるんです。まず局所的というのはですね、口腔内のね、問題でして、まあ、例えば歯並びが悪いとね、食事の時に口の中をとの粘膜をね、こう巻き込んで歯でガブって噛んでしまったりとか、飛び出してるね、歯並びが飛び出してるったりするじゃないですか、歯がね。で、その飛び出してる歯が粘膜をこうガブってこう刺激してね、傷ができてしまったりとか。でも僕の場合はそのね、もともともその炎症がね、ひどすぎてね、中が腫れてるので、もう歯並びが悪くなくてもね、ガブって噛んでしまうことがありました。まあ、そのようなことからね、そこから細菌が入って炎症を引き起こしてしまいます。まだその他にもですね、入れ歯をしてる人とかやったらね、その入れ歯を清潔に扱ってなかったりとかね、歯列矯正とかね、虫歯治療の銀歯によるね、金属からの起因したアレルギーで口内炎を起こすこともあります。で、続きまして全身的なね、原因というのはですね、糖尿病、ストレス、偏食、貧血といったね、もう口腔内以外の不調によるものです。持病の服用薬がですね、影響する場合もありますしね、まあ、特に今の僕の場合はね、免疫抑制剤が原因として考えられています。で、その他にもステロイドでしょうね、高圧剤でしょうね、睡眠薬などにはね、その唾液を抑える成分が含まれておりますので、まあ、粘膜の再生を妨げるので傷ができやすくなります。もう口内炎がね、すぐできる人というのはですね、歯医者とかね、で、持病のかかりつけのお医者さんをね、受診してね、原因をこう追求する必要があります。でも、その他にもですね、その銀歯をセラミックに変えたりとか、飲み薬を見直してみることでね、口内炎というのができなくなった患者さんはたくさんいます。ただしですね、原因と思われるものをね、処置してから2週間様子を見て改善されなければ、口腔外科などの専門病院を受診してください。なぜかと言いますとですね、口内炎がですね、大病のサインであるケースもあるからなんですよ。通常、口内炎の粘膜はね、まあ、2週間ぐらいあればね、再生しますのでね、まあ、2週間が大まかなんで目安になります。例えばですね、口腔がんがね、初期症状の場合はですね、舌や口の中の粘膜がね、荒れていたりね、ただれた状態になります。で、またね、頻繁にね、口内炎ができる人はね、今は問題なくても、対処せずにも放置しているとですね、今後2、30年後にね、がん化するリスクもあるんです。なのでね、
子供ちゃんたちがね、口内炎を訴えたらね、すぐに処置をしてあげないといけませんし、大人でもね、まあ、若い世代ならばですね、しっかりとケアしておかないとね、もう働き盛りのね、40代、50代になった時の年齢に差し掛かってきた頃合いにですね、発病することも考えられます。まあ、他にもですね、今僕がなっているね、扁平体腺っていうね、慢性炎症性疾患である可能性もあります。で、これはね、難治性口内炎っていうやつの一つになってるんですけども、頬粘膜、ね、ほっぺの内側の粘膜の両側にですね、白い網状のね、病変をね、形成することがあるんですよ。僕がすごい口の中に悩んでる時にね、もう白いね、粉みたいな、なんか皮がすごい薄皮がめくれてきたっていう話とかね、覚えていらっしゃいますでしょうかね。もうあれがね、それなんですよ。ほんで、まあ僕はまだされてませんけども、その難治性とね、診断された方は、熱いものや辛いものを食べたりね、会話でその粘膜に刺激をね、与えるとですね、痛みを感じて、それがね、一生付き合う人もいるんです。まあ、今のところその2年前からね、僕は一生の付き合いになってる感じになってますので、ほんまに辛いんです。このね、まあ、熱いものとかね、辛いものはもともとそこまで好きではありませんでしたので、まあ、食べてませんでしたけども、固形物が食べられなかったのはね、もうこのね、扁平体腺があるためなんですよ。ひき肉のつながりがちょっと粗いハンバーグとかね、ミートスパゲッティとかはね、すごいね、肉が頬粘膜をね、刺激します。そしてね、柔らかいカントリーマームでさえもですね、頬粘膜を刺激するので、辛いですので、もちろん普通のクッキーやビスケットなんかほんまに地獄なんですよ。もうね、ココナッツサブレとかね、ゲンジパイとかね、めっちゃ好きやったのにね、食べられへんかったのはね、すごい悲しかったです。まあ、それが原因っていうのもあって、お菓子を食べなくなってね、痩せれている原因でもあるので、まあ、結果的にはすごいいい感じなんですけどね、とね、まあ、強く思っています。だから、その、茹でた野菜とかね、野菜スムージーなどのね、その、口当たりが柔らかいものしか食べれてなかったんで、ね、まあ、ほんまに結果的には良かったんですよ。まあ、皆さんの中でもですね、その日頃からね、口内炎ができやすい人っていうのは、口内炎予防としましてですね、食事にですね、緑黄色野菜、ビタミン A、B、E をね、しっかり摂取してね、十分な睡眠をとって、ストレスをためないようにね、意識していってください。で、またね、最近ではね、皆さんだけではなくて、ほぼ全世界的にですね、マスクをするようになっているので、口内炎の患者さんがね、増えてるんです。で、まあ、特にね、こんな新型ウイルスがね、今猛威を振るっているのでね、人との接触を控えているとともにですね、マスクを装着しているとさらにですね、会話が減りますし、息苦しいためにね、マスクの中でこう口をあーって開けてがちになってしまうんですよ。で、そうなると口呼吸になってしまっているので、口の中が乾燥しやすくなるのでね、唾液の分泌が減ってしまいます。そういうこともあるし、で、人前でもね、その口を開かなくなっているのでね、口腔ケアをね、別にせんでええわっていう感じ、軽い感じでね、おろそかになってしまっているのでね、細菌の繁殖をね、促してしまっています。そうなると粘膜から細菌が侵入して、口内炎を引き起こしてしまいます。で、まあ、さらにね、僕のように虫歯菌も繁殖しやすくなってね、一生懸命シャカ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 歯磨きをしているのにもかかわらずですね、虫歯に侵されてしまうことだってあるんです。まあね、その病気をしててもね、してない人でもね、マスクをしなくても良くなるその時まではですね、とりあえずしっかりと、まあ、いつも以上にね、手入れをね、していって対策をしていってください。まあ、いつも言ってその手洗いうがいとかもそうなんですけどもね、とりあえず清潔にしているとですね、いろんな感染のリスクがね、軽減されますのでね、しっかりとやっていきましょう。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。